平成29年2月3日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、豆の代わりにごまきを巻くという、全国的にも珍しい節分祭が行われました。阿蘇神社の節分祭は、夕方から仮の拝殿に茅を円錐形にした高さおよそ3メートルの足塚を設けて、4人の神職が囲んで祝詞を上げ、参拝客や氏子たちの無病息災と家内安全を祈願しました。神事が終わり、2人の神職がかがり火で清めた2000本のごまきを参拝客に向かって巻くと、小さな子供も一緒になって熱心にごまきを拾っていました。阿蘇神社によりますと、豆の代わりにごまきを巻くという節分祭は京都の吉田神社と阿蘇神社だけで行われ、全国的にも珍しいということです。拾ったごまきは燃やした火で体を温めると1年間は病気知らずに過ごせると言われ、参拝客たちは早速火焚き場所で足塚と一緒にごまきを燃やして体を温めていました。